はい。皆さん、こんにちは。ワタリグルフィジです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、コンプリートモードの続きをプレイしていきたいと思います。前回は、米海軍空母、カール・ビンソンの撃沈に成功しました。今回はその続きとして、ミッションの11、ここから始めていきたいと思います。ロシア海軍が誇る最強の潜水艦指揮官、アンドレイ・ロブコフ大佐率いる潜水艦隊に挑むという内容です。オホーツク海で、ロシア海軍、潜水艦部隊が相手ということになります。常識を超えた新進度先行能力、速力を持つアルファ級の源泉、レッドスコルピオンの存在が確認されたということで、これが相手になるということですね。では、スキルアップ画面、魚雷の補充画面へと移っていきます。まず魚雷なんですけども、対潜水艦戦になりますので、マークの50、これを多めに持っていきましょう。16本ほど持っていきます。それとですね、シーラス、これも対潜水艦戦用に使えるので、これも16本持っていきます。このあたりをね、うまく使って、敵を殲滅していくということになるかと思います。で、今回はあまり持っていく必要ないかなと思うんですけども、対水上艦専用のミサイル、ハープーンからトマホークへと、レベルを上げています。1本あたりの魚雷の単価、ミサイルの単価はトマホークの方が高いんですが、その分威力が上がっているので、高火力、高単価というのがこのトマホークかなと思います。今回はね、あまり持っていく必要がないかなと思いますので、減らしておきます。その他で言うと、レベルアップするにはポイントがちょっと足りないかなと思いますので、このまま、まずはね、ロブコフ大佐のレッドスコルピオンと戦っていきましょう。では、ミッション画面に入りました。まずはね、敵を見つけて、先制攻撃というのをしっかりやっていきます。ソナーに反応あり。では、ちょっとそちらの方に行って、いましたね。先制攻撃当てたいので、まずはこちらから、アクティブを打ちます。で、索敵結果確認しましょう。アクラ級、ドルフィン確認です。現在ボトム状態ということで、動きが鈍いと思うので、先制攻撃。マークの50の魚雷、優先でまずは一発出します。で、こちらは、シーランスが撃てるところまで浮上しましょう。まず魚雷命中。ちょっと距離が近いので被害が出るかなと思ったんですが、免れてますね。撃沈までは行っていないようなので、旋回してもう一発魚雷当てましょう。マーク50の魚雷を当てています。ちょっとここも距離が近いかな。危険がありますが、ちょっと早めに仕留めたいので。距離は近いですが、撃ちましょう。まだ沈んでないですね。では、もう何発か撃って、確実にドルフィン撃沈しておきます。まずはドルフィン撃沈。では、他の潜水艦探しに行きます。こちらが気づく前に敵から先に魚雷を撃たれました。あまりなかったケースですね。まずはしっかりこれ回避して、敵の、船の種類ですね、潜水艦の種類等を確認していきたいと思います。当てました。さて、アクラ級、これもアクラ級か、ボトム状態。であれば、こっちから先に攻撃を、次はね、当てていきたいので、まずはマーク50の魚雷。1番艦、2番艦から魚雷出します。敵も魚雷を撃つ準備できているようなので、回避に入りましょう。命中。
撃沈です。さらに敵艦発見、敵もアクティブを撃ってきました。魚雷1番艦2番艦を先制攻撃発射。カシャロット、魚雷命中、撃沈です。現在ですね、敵の潜水艦を探して捜索中です。マップの中央付近を捜索中。この後ですね、マップでいう下の方に移っていきます。機雷が仕掛けられているところが増えてきたので、敵が近い気がしますね。ついにアルファ級スコルピオン発見しました。これとじゃあ戦闘に入っていきます。機雷が多数仕掛けられている、その先にいましたね。まずはシーランス、これを4本撃ちます。先制攻撃やるの、命中、あっさり撃沈ですね。ここにたどり着くまでに魚雷をいくつか消耗してしまったんですが、まあ、それがね、嫌いだったのかなと思います。まあスコルピオン見つけてからはシーランスの、4連装、これで撃沈です。では次のミッションいきます。ミッション12、米海軍の怪盗 IQ180 の天才ケリー・J・ネルソン大佐が率いる大水上艦隊に挑む。大水上艦隊というからには、まあ、相当の戦力が用意されていると思われますね。2隻の空母、これが確認されています。では、先ほどのロシアの対潜水艦戦とは打って変わって、水上艦戦用の装備を充実させていきたいと思います。まあなんといっても新しい対艦ミサイル、トマホークですね。これを大量に持っていって一気に型をつける。まあ、そういう戦い方ができれば一番いいかなと思ってます。ではミッション画面に入りました。もう敵艦を見つけたら片っ端から対艦ミサイルを、まあ、撃っていくと、まあ、そういう戦闘スタイルでいきたいと思います。深度は10固定、速度は20ノット。敵を発見したら射程距離に入り次第、対艦ミサイルトマホーク、これを撃っていきます。まずは一発目のトマホーク、通常弾頭で狙い撃ちです。敵は対水ヘリ、早速飛ばしてきましたね。命中。駆逐艦ソーンに命中し、これを撃沈。まあ、この要領でいけばトマホークの威力がすごく発揮される、トマホーク無双状態になるかもしれないですね。バージニア級、なのでこれは戦艦かもしれませんね。まあ、戦艦でもこのトマホークハープーンからだいぶ威力上がってるので、まずは一本撃ってみましょう。原子力巡洋艦でしたね、バージニア。トマホーク一発で撃沈。気持ちいいぐらいに武装してますね。敵は対水ヘリから対水弾を撃ってきました。では、ちょっとこの要領でしばらくですね、撃水、撃沈をしていきます。戦艦ウィスコンシン撃沈。戦艦クラスでもトマホークなら一撃で仕留められますね。
14日間テキサス撃沈。戦艦ニュージャージー撃沈。戦艦もトマホーク対艦ミサイル一発で撃沈できました。ミサイル駆逐艦ジェーバリー撃沈。敵の空母発見してます。トマホーク4連装でまずはこの空母を仕留めましょう。ミサイル駆逐艦エーバークは魚雷で仕留めました。さて、敵の機関発見してます。ヤマト、この大型空母が地獄の蓋。4連装のトマホーク、当たれば、撃沈できる。林間にミサイル命中。これを撃沈です。いや、痛快でしたね。トマホークで、あっという間に、敵の空母を含む、護衛艦も、ことごとく葬り去りました。はい、というわけで、まあ、今回だいぶあっさり攻略進んでしまいましたが、まあ、これがね一番理想的な形だと思いますので、今回はじゃあここまでとさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。